やべえなんじゃない。お願いします。
そもそも自分たちが呼んだお客さんとか以前にこの大風の中ここまで登ってくださって興味を持ってくださったり愛を持ってくださったり何にしろここに立ってくれてることに本当に感謝してます。ありがとうございます。よく誤解されるんですけど、あの猫を殺すっていう一節から歌詞が始まるんですけど、猫を殺す歌とかじゃなくて、猫を殺すのは誰だという犯人究明の気持ちの歌詞なんですね。それが何かっつったら、例えばなんかツイキャスの配信者があの14歳とかに声かけるとか、なんかバイト先の大学生にお好き勝手されるとか、いやなんか性的なことばっかりですけど、なんかそういうのってまあ友達の友達くらいにはいても変じゃないし、友達におってももちろん共感すると思うけど、まああることやなって範囲ではあると思うんですね。なんかそういうのに折り合いつけれなくてしんどくて、誰であろうとそういう目に遭うのは間違ってると思ってるし辛いですから、でもだからってね、なんたら大使になるわけにもいかんし、それを音楽で表現しようと思って作ってるんです。猫って曲です。
ですよ。ありがとうございます。最後の曲だけもうちょっと前に詰めてもらって、よかったら近くで。もっと喋れたらいいんですけど、話し合いで解決するには世の中の対話する相手って全部時間が長すぎるんで、音楽でやります。もうここのみんなにも一人一人話したいことがいっぱいあるけど、もうこれしかなくて、これしかなくてやってます。もうむずいよね。やるしかないってことなら僕にもできるんで、やってます。Yeah.